緑の木々の奥に広がる上緋ほろ町のぬかびらこ、広い大地にポツンとある遺跡のような佇まい。かつて鉄道が走った全長百三十メートルのタウシュ別川橋梁です。タウシュ別川橋梁は千九百三十七年に。 旧国鉄志幌線のために建設されましたが、1955年、発電用に作られた糠平ダムの湖の中に沈み、その役目を終えました。今、橋梁に通じる林道は、一般車両の通行が規制されていますが、地元の NPO が主催するツアーに参加するなどして、季節によって変わる。 タウシベツ川橋梁の姿をすぐ近くで見ることができます例年6月ですとこの見渡す限り一面に水があって水深は橋梁の半分ほどまであるはずなんですが今年は水が全くなく橋梁を下からのアングルで楽しむことができますタウシベツ川橋梁は例年6月頃から周辺の山の雪解け水に浸かり始め 10月頃には完全に水に沈みます雪解け水がたまり始める夏の初め橋梁を訪れる観光客のお目当ては水面に橋が移ってできるメガネ橋ですしかし今年は冬の間に降った雪の量が例年の半分ほどだったため水が極端に少なくなっています ちょっと水があるのを少し若干期待はしてたんですけど珍しい景色だっていうのでまた次回もあの <laughs> 来れる目的が。はい、建設当時の昔の人たちのこの苦労っていうんですかねこの橋を作った苦労みたいなのがこうなんかにじみ出てるような感じしますね。えー 趣ある橋梁で小さな命が育まれています白石嶺です橋梁にできた穴でヒナたちが懸命に親鳥から餌をもらっています建設から80年以上が経ち橋梁には今にも崩れそうなところもあります橋梁を保存しようという動きは ありませんご覧の通りあのあちこち欠けてまして、えー、もうあの補修するとかそういう状況にもない状態です壊れゆく姿がまた皆さんの共感を得ているというふうに理解しております訪れるたび私たちに違う姿を見せてくれるタウシュベ川橋梁その全貌を見ることができるのは今年の夏が 最後かもしれません。